レーシングクラブ・ドゥ・ランスは、フランスパイ・コールドカレー兼、ランスに本拠地を置く、サッカークラブ。愛称は、チト・黄金。他のフランスのサッカークラブの例に漏れず、アフリカの若手選手を獲得しての育成に実績がある。スタッド・ランスとライバル関係にあるが、それぞれが本拠地を置くランスは別の自治体である。スタッドフェリックス・ボラール1906年、レーシングクラブ・レンズとして、 正式に創設した。当初のチームカラーは緑と黒であった。1924年、チームカラーを現在の色へと変更する。これは17世紀にこの地域がスペインにより支配されていた過去を持つことから、スペイン国旗に由来したこと、そして主な産業であった炭鉱によりもたらされた犠牲と富の象徴を表している。 最盛期は1990年代終わりから2000年初めにかけてで、ディビジョンアンリーグカップで、それぞれ1回優勝している。また、1999から2000シーズンには UEFA カップでも準決勝まで進出するなど、国内外で躍進した。近年は、安定して1桁台の順位をキープしていたが、2007から08シーズンは、序盤からのつまずきが響き、 2部へと降格することになった。2008から09シーズン、1年での一部復帰を達成。しかし2010から11シーズンには再び不審に、落ち入り2部への降格が決定した。2013から14シーズンは、2014年5月16日、アウェーでの最終節で、バスティア戦に2から0で勝利し、2位でシーズンを終え、リーグアン昇格を果たしたが、 2015年1月29日、ブザンソン行政裁判所の上訴が、フランスサッカー連盟に受け入れられ、2013から14、シーズンのリーグゥからの昇格を認めず、クラブは順位に関係なく、2015から16、シーズンのリーグゥへの降格が決定した。2019から20シーズンは、2020年4月30日、LFP が、 新型コロナウイルス感染拡大を受けてリーグアンとリーグ2の打ち切りを決定。この時点で自動昇格圏内の任位だったためリーグアン昇格を果たした。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。17番はマルク・ビビアン・ホイを忍んで永久欠番。陰中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。 アウト中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。